ドンブリドンでーす。今回は動画投稿配信をしていると嫌味が全くなく視聴者から集金できる裏技を紹介していきたいと思います。何これ、やばい、アフィリエイト違います。皆さんのお正月です。明けましておめでとうございます。皆さんお正月といえば何だと思いますか？あ、お年玉。そうですね、お年玉。そうですよね、新年の挨拶とかね、甘えたこと言ってる人ね、全員死んでください。金です、皆さん、お年玉です。クリスマスは女、正月は金。皆さんね、あの豪遊、金女豪遊、ゼータディビジョンメガボス、今年もよろしくお願いします。はい、皆さんね、お金なんですよ。嫌味なく視聴者から集金できるラズといえばお年玉でしょ。はい、皆さんね、お年玉お待ちしております。あの、もう成人済みしてる人たちもね、おいっ子からね、あ、いっぱいみんなから袋もらったんでね、ちょっと一つ袋いいかなって奪って、俺にね、お金ください、そのお金。あと、じいちゃんばあちゃんから、父ちゃん母ちゃんからもらった人もね、俺にそのお金、ちょっとでいいからスパチャします。ちなみにね、ちょっといつ配信するか後で言います。とりあえずね、今日の裏じゃないですよ。アザミの裏技、アザミの最強ポジとデザートイーグル強いってこと。これ今つけたアザミあんじゃん、これつけるとピアノに隠れてもほら殺されなくなる。これちょっとナチュラルに超強いのに今ね設置しちゃったんだけどね、これ強いです。で、あと今シーズンからなんとデザートイーグル負傷なくなりました。マジで威力が頭おかしいです。これなんか78ダメージなんだよ、このデザートイーグルで。至近距離でやってたら確定2発、マックスマンより強いで、しかもちょっと遠距離だと負傷にならない。これマジで強いからね。俺ね、いや1月1日にこいつ三が日にわざわざ休まずに動画投稿してるってことは、視聴者から本気でお金を取ろうとしてる汚えやつじゃん、こいつ。キモい大人だな。違うんですよ、俺は純粋に裏技を教えてあげようと思ってやっております。皆さんから本気で集金しようだなんて思っておりません。ちなみにね、配信はちなみに配信は1月3日の12時にやります。あの、別にお年玉でくれと言ってるわけじゃないんですよ。あの、皆さんね、1月2日あの明日ちょっと待ってます。はい、あの1月2日はちょっとあの間ちゃんと開けてるんで、そこの間でちょっとね、お年玉みんなもらうと思うんですよね。休みの日ちゃんと1日開けてるから、開けてあげてるから、1月3日になったらメルトンの配信始まります。お、お金いっぱいある、ちょっとメルトンにあげちゃおうかなってなるでしょ、気持ちだからね。あえて1月3日にやりたいと思います。あの、別にお年玉がね、そんな欲しいっていうわけじゃないんですけどね。皆さん、メルトンさんに毎日裏技ありがとう、感謝してる。そう思ってる人はね、いつも無料でこんな有益な情報ね、去年ね1000本ぐらい近く動画投稿したということはね、これもう金が発生しても月額料金払ってもいいぐらいのものだったから、やっぱね、お年玉として1年に1回の報酬として皆さん、お年玉お待ちしております。ダメだ、もうどう考えてもお年玉お年玉ってなっちゃってる。やっぱ正月はね金です、クリスマスは女金って感じだから、年末は欲まみれです。よろしくお願いします。データディビジョンです。クビにならないように気をつけます。ほら、一緒になったら即死でしょ。はい、2発で。これデザートイーグルね、結構縛りプレイに見えるかもしれないけど、本当に今シーズン強いから、てかこっから本当に裏技ちゃんと紹介していきたいと思います。皆さんね、あの、欲まみ、年末は欲まみれ、カレオンの豪遊って言ったけど、一切お年玉ももらってないし、みんなね、こいつクリスマス女の子とイチャイチャしてたんだ、僕たちに内緒でみたいな、チンチンブクブクメッサムラムラなんてね、あの、クリスマス視聴者に内緒でそういうことしてたとかね、あの、一切しておりません。マジで一人寂しく本当にクリスマス裏技取ってました。あと、お年玉もらってません、1円ももらってない。あ、3つでももらったか、ちょっと、はい、もらったんですけどね、全然もらってないです、まだ。だからね、そんなに欲まみれではございません。ちょっと今から真面目に裏技教えますね。あ、ちなみにこの壁開けてるの意味ある、遊撃した時にリテイクしやすいようにします。ヘッドラインで開けとくと、途中で階段から上がって逆の階段から上がりに行くと1階にいる敵を殺しやすくなるの、この壁の開け方。まあちょっとね、こっから真面目に本当に使える裏技をね、今から紹介するんだけど、なんとね、これ一番紹介したいのがあって、アザミのこのデザートイーグルあんじゃん、つかアザミじゃなくても実際にはできるんだけど、スライディングできるんだよ。なんか、おやべえな、またやってるわみたいな思ってるだろう。い
やべえんだよこれ。あのまず威力が爆増してるっていうのもまあそうなんだけど、体力制になってデザートイーグル頭おかしくなってるのはもちろんそうなんだけど、なんかね今シーズンリーンしながら捕服するとスライディングできんのこれ。え、なんか言ってることね分かんないと思うから実戦でやるんだけど、相手にピークしてるのに打ち返してこないんだよ。捕服するとしゃがみだとバレる。これ結構強いよ。アザミは壊されたらちゃんと追加するんだよ。あ、なんか今いたぞ。打ち返されたんだけど、はい、行くぜスライディング。ほら、打ち返されてないっしょこれやばくない？ほら、でしょ。ちゃんと裏技紹介するからな俺。てかね、このマップでまだ強いのあるからちょっとやるわ。まだまだ紹介したいのいっぱいある。ここから本気の裏技を天井を破壊しまくる。もう2階の床を下からボコスカボコスカ打って、あの2階から1階見て設置を止める裏技。もう補強しようとしてるでしょ。この補強もちょっと本当にやめてて、これ補強しないで味方が落ちるぐらいまでぶっ壊すやり方なんですよ。やめてください床を壊すのはっていうのがね、みんな幻聴で聞こえたと思うんですけど、これやめ床じゃないんですよ。これは壊してください。あのこれマジでやってます。これトロールじゃないです。あのキッチン防衛3層は2階も一緒に守んないと本当に死ぬから。あのこれね大会の実況解説の時も俺ね何度も言ったからね。いやここはですね、1階、3層の1階のキッチンボムっていうのは1階だけ守ってると結構潰されやすいので、2階の床と壊しながら A から設置されないようにね守ってあげたり、1階と一緒に守るのが一番強いと思いますよ。じゃあオタク解説したでしょ。それぐらいには2階って開通した方がいいし、床いらねえんだよ。こうキッチンボムに関してはだぞ。あ、ちなみにこの守り強いよ。アザミのねこのなんつうのピアノにいても死なない射線というか、アザミのこの岩つえ、これをつけてピアノに岩つけんじゃん。この3枚をつけて床ぶっ壊しまくってこれ防衛するのがマジで、これは1人でもできるから、これやってみ。めちゃめちゃ強いよこれ。そう、ここで一旦あピークすんぞピークすんぞみたいな、はい来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 いつって挑発しといて、こもる。これ超強いからね。え、みんなね、俺ちゃんとねメタに基づいて、もうこのゲームの環境に基づいてやってるからちゃんと。おい電話かけんなよ、やばい、マジで死んだくない。ダメ、俺今日ここで素晴らしい裏技を教えて、なんかもう、あ、これは月額払うぐらいの素晴らしい裏技だわって思わせないといけないんだから。お年玉って言うと汚いから、もらい方がちゃんと。メルトンさんにはいつもお世話になってるから払ってあげたい、金もられないといけないんだよ。ちょっと待って、これやり方がある。これね、ちょっと待ってね、このね隙間からねピークすんのもねもちろん強いんだけど、音聞くの強いんだよ。あ、まだ超えたね。そう、まだ飛び越えるの聞こえたじゃん。煽ろうとしたわけじゃないですね。何か煽ろうというねセリフが思い浮かんだわけではないんですけど、あの殺し方強いです。おいお前なんでこいつ固まってる、あぶねえ。待って、これこのアザミ利敵だったちょっとね、あ、手前のアザミはちょっと利敵だったかもしれませんね。みんなにねやっぱね新年ということもあって、ちょっとね新年初のもうなしてそげにドスケベエッジバイドチシコエッジ射線をねもう見せたいと思う。めちゃくちゃエロいのを見せる。あの俺がいきなり脱ぎ始めるとかね、ヌードの写真がね画面全体にあの現れるとかじゃなくて、あの素晴らしい射線の作り方、アザミを使ったすごい射線を作ります。これねめっちゃ強いです。新年初のドチャなしてそげにドスケベエッジバイです。これ見ててください。あ、ちなみにね配信はですね1月3日の12時ですからね、あの集金するわけではございません。ぜひ興味のある方は来てください。あれどっちだっけ、確か真ん中だったと思う。この黄色のど真ん中につけんじゃん。これつけるとこっから確認できて、これちょうど相手のヘッドラインが見えないの。これね、そんなに知ってるよって思うだろう。いやこれね、あの予想以上に知らないからな。ちょっとこれやってやるよ。あのどれぐらい知らないかっていうか実際やった方がいい、というかどれぐらい強いかもう実際にやった方がいい。めちゃめちゃ強いよこれ。いやこれ初見殺し、これ初見殺しです完全に。ほらこの見方マジでやばいこれこの見方本当にやばい。
普通に非常階段に適当につけるやついるけど、このつけ方が一番最強だと思ってる。おい、あ、痛い。いや、このダメージは続き効果からでも殺したでしょマジで理不尽。 e スポーツ感じでしょこれ。ぜひやってほしい。味方はあと1人。なんでなんでなんで入ってね。はい、勝ちと。あ、勝っちゃうんですよね。裏ザルと死体を抜かれていくと。あ、新年ね、幸先ということでね、今年も皆さんよろしくお願いします。ということで、メルトンでした。バイバイ、よろしくで、ね。